ウェルカムトゥヒーリングモーセ。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日はズバリ復縁リーディング見ていきたいと思います。ちょっとだけ水星逆行は終わったんだけれども、少しだけ水星逆行のリアルな実はお話ししたいと思います。水星逆行中は復縁がとってもね叶いやすい時期と言われてるんだけれども、実際私も何回も水星逆行中に復縁をしたことがある。そして今は復縁を望まれている側なんですよ、私がね。でも私は絶対、復縁をもうなんか怒ってたから復縁をしないって決めてたんだけど、全く占いとかをね知らない人ですよ、お相手は理系の知らない人なんだけど、水星逆行が始まった日に連絡があったんですよ。もうびっくりして、なんでわかるとみたいな感じで、もうびっくりして、でまあでもそれでも私は頑として応じなかったんだけど、でも結局私が折れて、今度いわゆる会うことにはなったんですよね。そう、あれだけ頑なに拒んでた私が水星逆行中に連絡をもらって、それで何度ももらって私が折れて今度会うことになった。なのでこう可能性がねものすごく厳しかったりとか、そういう方だったとしても、やっぱりなんていうのかな、可能性ってあるんだって改めて私は復縁をいわゆるされたい側の方なんだけれども、そう思った。また年内にもね、ちょっと次のね水星逆行がいつだったかな、の時ももちろんあるし、こうそれに向けて頑張るのも、やっぱりねありかなっていうふうに思っている。次のね水星逆行は11月の下旬から、ちょうどね12月の15ぐらいまであるからね、なんかこうまた別にそこだけをピンポイントで狙うわけではないけれども、きっとねやっぱり頑張れる人多いんじゃないかなっていうふうに今回思いました。はい、以上です。じゃあ今日はねズバリ復縁できるかどうか、あの人が復縁を考えているかどうかを見ていきます。じゃあ一番左の方1番、真ん中の方2番、一番右の方3番です。じゃあねこのカードをピンときたものを、はい、どうぞ選んでみてください。じゃあ本日も心を込めてリーディングいたします。はい、それでは1番の方見ていきたいと思います。あの人が1番のあなたと復縁する気持ちがあるかどうか、カードはシャッフルしています。はい、じゃあ見ていきます。あの人が
一番のあなたと復縁したい気持ちがあるかどうか。はい、1枚目女帝のリバースか。こうお別れした時とか別れた理由っていうのが、例えばこう一番のあなたがお相手様にこう依存をしてしまっていたりとか、わがままな部分をこう出していたりとか、そういうところがね、もしかしたら原因なのかなっていうふうに思って、まあ、私は今感じたんだけれども、お相手様の中でまだねそこの良くないネガティブなイメージがまだ心に残ってるのかなって今思いました。はい、2枚目あーでも太陽が出たね。太陽の正位置だよ。おーっていうかダイヤルかな、2枚出たね。あーと言いつつ、うーん、これいや、あなたのこと、一番のあなたのことを思い出してます。なんかね、こういう例えばね、こと言われたりとかね、なんかこういうところあったけど、でもやっぱりなんかこう、やっぱり好きだよなとか、やっぱり会いたいなとか、こうそういう感じでお相手様思ってくれてるんじゃないかな。うん、太陽が出たね、すごいね。はい、そして3枚目、忍者っていうか3枚ともダイヤルかな。これお相手様のね、一番の方、これ可能性あるんじゃないかな。まず3枚ともダイヤルかなだし、あの人の中でこう一番のあなたの存在がすごく大きいと思う。とても大きくて、なんかこうここにねこれだけポジティブなカードが出ていって、その後忍者なんだけど、忍者っていうのがこう慎重になるとか冷静になる。太陽が本当に太陽だとすると、忍者っていうのがちょっとこう夜というか、夜の中慎重に足元を気をつけながら歩くっていうところなんですよね。なので一番のあなたのことを、ね、いいな、いわゆるネガティブなところといいなって思うところがあるし、そこを今こう慎重にあの人がこう見てる、感じてる、考えてる、これがねまずね一番あの人のね気持ちなんだよね。はい、そして2列目、ここで相当の10のリバースだね。これ敗者復活です。相当の10、正位置だったらね、いわゆる1回終わりっていう風な感じになるんだけど、ここがまあ暗闇からの少しずつの夜明け出てるから、あの人の中でやっぱりね心が変わってきてると思う。はい、そしてワンドの7、なんと力強いカードが出たんだろう。頑張りたいっていう前向きな気持ちと、もう一回頑張ってみようかなみたいな勇気をこう奮い立たせるような、そういうのがねあの人の中にあって、はい、そしてコインの6、あなた、一番のあなたに対してなんか優しくありたいっていう感じ。なんかこういいよ一番の方、これ頑張れそうなんじゃないかな。はい、そして一番深い気持ち見ていきます。あの人の深い気持ちがコインのキング。これだけ慎重な人がゆっくりゆっくり一歩ずつあなたに近づこうと思ってる。彼の、あ、彼というかお相手様のペースでね。はい、そしてカップのクイーン正位置、いいんだけどお互いになんかまあ一番のあなたとお相手様ってタイプが違ったり感性が違ったりとかするかもしれないんだけれども、いわゆる地、アースとウォーターだから、あの相性いいんですよ。なんか違う2人なんだけれども、なんか認め合うことができるとか支え合うことができるっていう風な感じだから、なんかあの人もこう分かっているんじゃないかな。やっぱり相性が良かったとか自分を支えてくれたとか、なんかこう
2人で一緒のペースで歩いていけるとか、そういうのがこう今分かってるんじゃないかな、感じてるんじゃないかなって思います。はい、そしてラストがカップのプリンセスのリバース。うん、まあ1番の方が、まあ、複雑な恋愛かどうか、うん、もしかしたら複雑な恋愛の方もいるかもしれないんだけれども、こう始まりがいわゆる大人の女性で始まって、ラストが子供の女性、あ、子供の女の子で終わってるから、まあ、あの人の中ではあなたに対するとてもねポジティブな気持ち、頑張りたいっていう気持ち、やっぱり好きだなっていう気持ちがあるんだけれども、若干引っかかってる部分もあるのかもしれない。なのであなたの中ではで次に連絡をする、で例えば会う約束ができるっていう時は、やっぱりこう私僕はねこういうふうに変わることができたっていう外見もそうだし、あと例えば仕事へのアピールとか、なんかそういうことを変えていったり、あとはこう自立ができた、自立をする、あなたに依存しないみたいな、こうそういうことをなんかこう言えるような状況になってると、かなり一番の方はなんかこう有利なんじゃないかな、可能性ははっきり言ってむちゃくちゃあると思う。じゃあルノルマンカード、次にじゃあ近いうちにそういう可能性が来るかどうか、二人の関係性がこれからどうなっていくかどうか、はい、いきます。はい、今キーもうこれ解決できるっていう現状なんだよね。うん、二人の問題が無事解決できますよっていうのとか、あとこう何かね、二人にとってのやっぱキーなんだよね、うん、これが出てくるっていうことだから、二人が新しい扉を開くことができるっていうのは、まずこれ今の現状、あの人の気持ち、道がこれね、まあ二つに分かれてるでしょ。で、あの人今ね迷ってるんだよね。こう復縁を例えばするかしないか、あなたに連絡をするかしないかっていうことで、あの人迷ってるんだけど、確かに迷ってるよね。迷ってるんだけれども、あなたへのこうあなたと頑張りたいという気持ちの方が強い。はい、そしてあなたの気持ち、怒り、なんかもうこれからもこうなんか今までもそうだし、これからもずっとあの人のことを愛し続けるみたいな、うん、それがね出てる。一番の方の一途な思いがすごく出てる。はい、そしてこれはした方がいいこと、魚、これお金のカード、アルコールのカード、セクシャルなカード、仕事を頑張る、生き生きする、うん、水の近くとか、うん、それがポジティブなことで、ネガティブなことが雲、あんまりくよくよ悩みすぎないかな、いずれね、ここ、まあ、ここ太陽出たんだけれども、今まあね本当どうなるのかなこの恋みたいな、ネガティブに考えてしまうかもしれないけれども、いずれ良くなっていく、だからくよくよ考えすぎないっていうこと、それを大切にするといいと思う。はい、そして未来、さあクマ、これね、愛情をすごく欲するカードとか、あと、まあ、権力っていう意味があるんだけれども、お相手様が何か決めて動く可能性がある。はい、そして近い未来が庭、うん、会えるんじゃないかな、うん、こうあの人が返信をくれるとか連絡をくれるとか、そういうところで会えるっていう可能性は高い。そして遠い未来、コウノトリ、2人の関係が新たに飛び立っていく、うん、新しい旅立ちっていうのが出てるから、私やっぱり復縁の可能性すごく一番の方あるんじゃないかなと思っていて、ちょっとあの人の気持ち見てみましょうね。
うーん、3枚出そうか。はい、3枚出そう。はい、あの人の気持ちね。まあ道も出ていて、はい、すごくない？ソウルメイト出たよ。わあ、すごいじゃないか。一番の方、あのね、お相手様は慎重かもしれないの、とっても。でこう自分のこうペースで歩いていきたいっていう感じの人、こう自分で決めて自分で歩くみたいな、そんな感じがあるような気がするんだけど、このね、慎重なお相手様が一番のあなたにこう心開いてるんだよね。うん、心開いてるし、やっぱりまたこう会いたいと思ってる、会いたいと思ってるし、まあ、それこそキスしたいと思ってるし、あなたのことをソウルメイトと思ってるよ。うん、一番の人めちゃくちゃ可能性あると思う。時期、今のところね、今リアルタイムで見ていただいている方は9月、ああ、なんかもうこれ9月中、ね、可能性あるのかなって感じする。まあ、9、10っていうのも可能性あるし、まあ、チャンスの時期、復縁の時期、2人のターニングポイントっていうことで、うん、このカードを見ていこうと思います。はい。9月。もう9月です。9月。今月だよ。すごくない？ 9 月。でどういうところにこう気をつけたらいいかとかね、例えば何曜日がいいかとか、まあ、そういうこう恋のアドバイス、うん、それをね見ていこうね。はい、じゃあこれ、はい、獅子座レオ、うん、獅子座だとね、はい、獅子座だとまず、こう、これ、誘えたら、で、まずいいんだけれども、こう、海辺のホテルのバーとか、海の近くとか、そういうところで、うん、なんかこう、セッティング、会えるといいのかなっていう感じが、まずするのね。そして、もし一番のあなたがアルコールが飲めるとかカクテルが大丈夫っていう感じであれば、なんか紫のカクテル、あとはこうジンベースのカクテル、そういうものをこう飲むと、うん、なんかこう恋のスパイスになる感じ。あと、まあ、この日、まあ、ジャスミンの香り、こういうのを例えば身にまとうとか、シルバーの洋服、シルバーのニット、こういうのもいいと出てるから、こう今お伝えしたようなものをなんかこうぜひ、うん、ぜひ使って、アイテムとして使っていただきたいなというふうに思っています。で、最後にアドバイスももう一回ね、ちょっとこれで見ようか。さあ、アドバイスがね、じゃあね、一番の方がね、はい、リカバリーと Not the right time と Big happy changes、 うん、はい、まあ一番の方に伝え、あ、ここでもやっぱシルバー出てるね。まず一番の方に伝えたいのが、こうもうそろそろ時はね満ちてくるよと。で、あと私2週間3週間ぐらいはこうかかるかなって思うから、こう今の今ではないんだけど、でも私はこの、うん、2週間から3週間の間に
こう2人の関係がとってもこう大きな幸せな変化になるから、だからこう頑張れるんじゃないかなっていうふうなことをこのカードはね言ってくれてると思う。で、あの人が今あなたのことをものすごく気にかけてるんだけど、でも迷ってる部分があるんだよね。だからなんかこう、なんかこう今までは例えばごめんなさいみたいな感じで伝えながら、なんかね、私はこういうふうな形で変わったよって、で変わった姿を見せたいから、なんか今度なんか会いたいみたいな、うん、そういうのを言ったらきっと、まあ、このね連絡が来て再会、うん、そして復縁っていう感じになるんじゃないかなと思ってる、うん、きっとね一番の方頑張れると思うから応援してる、うん、ぜひ頑張ってみてください。応援しております。はい、それでは2番の方見ていきたいと思います。あの人が復縁を考えているかどうか、カードはシャッフルしています。もう一回いきましょう。見ていきます。1枚目のカードは吊るされた男、正位置です。正位置なんだよね。なんかあの人もこれは辛いんじゃないかな。なんかこうお互いに辛い恋だったのかなとか、いろいろこう頑張らないといけないことが多かったのかなっていう感じがする。なんか障害があったとかね、そういう感じがする。まずそういう風な現状が見えるな。でこうお互いこう頑張りすぎて消耗しすぎたとかね、こうなんか尽くしすぎたとか、なんかそういうこう自分のお互いのかなんかキャパを超えてしまった、そういう可能性があるのかもしれない。はい、そして2枚目、皇帝のリバース。あー、今あの人がね、少しこうこの恋復縁をするっていうことにあたっては消極的。なぜならば今こう自分がしなければならないこと、これがまあ仕事なのかな家庭なのかなって感じがするんだけれども、こう自分がしなければならないことが今あの人はあるっていうことを言っていて、今自分ファースト、それをちょっと私はカードから感じるかな。はい、そして3枚目がオーフール。フール、まあ、ちょっとこのフールもね、まあ、いろいろな取り方があるんだけど、っていうか2番の方は3枚ともダイヤルかな、かすごいね。こう今あの人はなんかこうちょっとこう自由になりたいっていう感じがするかな。2番のあなたと復縁をしたいっていうよりも、今自分がしたいこと、頑張りたいこと、なんかこうそっちに今意識があるような感じがして、少し恋愛に対して疲れてる部分っていうのもあるような感じがしていて、もうちょっと2枚目見ていきますね。女帝リバース、ソードの5、
正位置。はい、そしてワンドの3か。そうだね、こうもしかしたらお相手様ってちょっとね、言いにくいんだけど、なんかこう他にこう気になる人が例えばできたりとか、なんかこう、まあこれがこうね、新しい恋と取るか、あの人のまあこう今の自分、時間、自分の新しい時間と取るかっていう感じがあるんだけれども、今あの人からするとなんか心が前、前にこう向いてるような気がするんですよね。で、でそれで女帝リバース、なんかこうあの人の中で、なんかこうあなたのことを考えてないわけではないんだけれども、なんかこうあな、仕事とあなたと例えばこうあと一つかあと一人か、なんか趣味か人っていうのがなんかこう考えられるのかなっていうふうに、ちょっと感じたかな。はい、そして深い気持ち、カップのキングリバース、ソードの10、ワンドの2か。あー、ちょっとこれね、2番の方、ちょっとこれ少し辛いかな、今の今はね。どうしてかっていうと、あの人がこうこの恋にこう区切りをつけたいっていう、なんか一度シャッターを下ろして、なんかこう自分の道を進んでいきたい、この恋にけじめをつけたい、そういう気持ちがあるような気がする。そして今まではこうなんとなくこう情があったりとか、こう喧嘩ばかりしても例えばやり直すようなね、そういうことがあったかもしれないんだけれども、今あの人はこう前を向いているというか、そういう感じが、これまず気持ちなんだけど、気持ちからちょっと見えるかな。じゃあ実際に2人がこう、まあ、これから、まあ、ここでまたあの人の気持ちも見るんだけれども、お互いの気持ち、そしてこうこのね、お相手様の気持ちがいわゆるこう変わるというか、連絡できるタイミングとかそういうことも含めて、見ていきたいと思います。いろんな意味があるんだけれども、ちょっとこう冷たいっていう意味もあるし、こういろいろな物事がこう硬直している、動きにくいっていう意味もあるのね。でこれがあの人の気持ちがワンちゃん、あーでもここねポジティブなカード出てるね。はい、あなたの2番のあなたの気持ちが道、あなた自身が悩んでるのかな、こうこの恋を頑張るべきかそうじゃないか、諦めるか頑張るかとか、今なんかそういう、心情にいるのかなっていう感じがする。そして2人にとってポジティブなことが船、前に進むこと、この前っていうのがどの前かだよね、2人にとっての一緒に進む前なのか、それともそれぞれに進みましょうの前なのか、ちょっと後で、はい、そしてこれがネガティブなことが魚、なんかこう人によってはなんだけれども、こう体だけの関係とかそういうことは
ダメだよって言ってる。うん、なんか安易にそこの方面に進むことは良くないよって言っていて、じゃあ2人の流れ、ゆりゆりクロスだね。うん、そしてヘビか。ちょっとね、あ、2番の方これね、厳しい苦しいカードが出ちゃったね。なんて言えばいいのかな、あの人自身、まあ、あなたのことね、2番のあなたのこと、やっぱりこうもちろん嫌いではないんだよ。嫌いでもないの、嫌いではないんだけれども、なんか友達以上恋人未満的なこう感じが少し見えていて、若干あの人もこう恋愛に対して少し優しいんだけれども、ルーズさ、そういうものがないわけでもない。そしてネガティブなこととこれからの流れを見てみると、なんかセクシャルなことはもしかしたら起こり得るかもって出ていて、で出ているんだけれども、良くないよ、これはやめた方がいいよっていうのが、いわゆる体だけの関係とかセフレとかそういうのはやめた方がいいっていう風に出てるから、なんかこうけじめをね、なんかそういうことを例えばこうきちんとせずに、例えばこう復縁を例えばしたいとか思ったとしても、なんかあの人がなんかこう、なんか今はこのねシャッターを下ろすっていう、こう未来がなんかこう考えられるのかなと。そしてここに蛇が出てるから、なんかあの人が今なんか新しい出会いとか、例えばこう誰かからのアプローチとか、そういう可能性があって、なんとなく2番のあなたとのこう復縁の流れっていうよりは、ちょっとね複雑な関係に、なりそうな感じがするかなって思っていて、もう少しあの人の気持ちを見てみますね。ワンちゃんが出ているんだけど、あの人の気持ち、あの人の気持ちが、やっぱりね、まあ、ワンちゃんとこのねトラストってやっぱこうあなたへのこう人間としての信頼感とか、そういうのはすっごくあるんだろうなって思う。ただね、ここでなんかいわゆるこう今までのことをこうリリースする、手放すというのが出てるので、こう一旦あなたのことはこう思い出にするというか、あなたのことを一旦手放したいって思ってるのかなって思った。決して嫌いになってるわけではないんだよね。ここがねちょっとこうなんかこう辛くて申し訳ないところなんだけど、ちょっとね時期、このお相手様とのね今近い未来では少し難しいのかなって出たんだけど、じゃあこういつぐらいなら可能性があるのかとか、それを見ていきたいと思います。はい、あ、11月か。あ、思ったよりね遠くなくてよかったなって思ったんだけど、今から9月やんね、9、10、11か。11月にじゃあどういうアプローチがいいのか、それを、ちょっとこちらのね星座のカードで見ていきます。11月、はい、これ11月に、まあ、このね天秤座リブラがね出たんだけど、天秤っていうとまあズバリ愛の星なんだけど、天秤が
出たということは、まあ、どういうことを今回、気をつけるというかアプローチするといいかってことなんだけれども、まず豆さ、豆に11月連絡をしてみる、そして、プレゼント、ちょっとしたプレゼントっていうのもいいです。ここで2番のあなたがパジャマ、下着とかパジャマを、自分のパジャマとかをね、下着を新しくする、新調すること、それがあなたの恋、恋愛運、復縁運をアップするみたい。そしてローズの香りというのを取り入れてほしいかなっていうふうに思うかな。今はまだ連絡をし、今はあの人自身が新たな方向を向いていると私は思うから、今は連絡をこの9月10月っていうのは控えた方がいいのかなと思っている。でも11月に、でその9、10の間にあなたが例えば下着とかパジャマとかを新調して、新たな運気っていうのを呼び込んでほしい。吉方位に行くのも吉、そして11月になってなんか少し連絡をしてみる、増やしてみるっていうことで、このね、この恋の流れを変えていけるのかなっていうふうに思っている。はい、アドバイス見てみましょう。アドバイスがね、まずね出てるメッセージが、楽しもう、楽しんでほしい、まず自分の時間も含めてね。そして、手放しだね。まずはい、まずね、1番のあごめんなさい2番の方に伝えたいのが、今いろいろやっぱり2番の方って悩んでると思うの。この恋どうしようっていう感じで悩んでると思うんだけれども、まずあなた自身がしっかり眠る、しっかり食事をする、まずそれが第一。そしてなんかね、ネガティブな気持ち、まずそれをね手放してみる。あの人のことを考えすぎてしまうあなたを手放してみる。そこから動き出そうねっていう、動き出す10月11月までにしたいこと、なんかした方がいいことっていうのがあるから、こういう自分自身を整えること、いらない不安とかそういうことも含め手放してからのアクションっていう感じかな。で、グリーンがあなたにとってのラッキーアイテムだから、心を穏やかにする。そして、公園とかにね行くとか、植物とか、あとねローズを買う、そして育てるっていうのもおすすめ。今は辛い結果がね出てしまったんだけど、でもこのね、決して遠くない11月に可能性のあるカードが出たから、頑張ってほしい、頑張ろうね。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番の方見ていきたいと思います。はい、復縁したいあの人の気持ち、まずこちらね、タロットです。あと1回、よいしょ、はい、
まず、はい、1枚目から見ていきますね。はい、出たカードがワンドのナイトのリバース。こう今あの人の中で、まあ、情熱というかそういうのがね、少し今こう失われつつあったりとか、興味の対象、そういうものが変わっている可能性があるのかな。こうあなたに対して今こうなんか行きたいっていうよりは、こう消極的な感じが見えたりする。でもしかすると3番のあなたとお相手様の間では、こうまあマンネリとかそういうものもあったのかなっていう風な感じが、まずこのカードから見えました。じゃあ2枚目が、おーすごい、コインのエースだ、聖地が出た。あ、すごいね。これこうやり直しができるとか、こうきちんと形になるとか、今までの努力が結ばれるとか、そういうものがあるから、ここであの人の気持ちが出たから、なんかこうこういうね、わだかまりみたいなものがあったとしても、なんかこれ特に秋を表すカードだから、なんか秋頃にもう一回例えば連絡をしたいとか、会いたいとか、そういうふうなことをこれはね、お相手様がこれ思ってくれてるんじゃないかな。これはかなりポジティブなカードが出ました。はい、そして3枚目、ここでカップの6のリバース。こうあなたのことをね、これカップの6だからね、カップの6っていうのはこう昔を懐かしむとか、昔の恋人を思い出すっていう意味があるんだけど、今リバースだから、こうあなたのことは過去からこう今に現在にこう戻したいっていう、あの人の、なんか過去のままで終わらせたくないっていう、そういう気持ちがね、あ、いや、これ見えるね。見える。はい、じゃあここ2列目、コインのナイト、あの人の中では着実にあなたへの思いが募ってます。あの人はあなたとの未来をきちんと考えていると思います。コインの7、あ、これね、区切りのカードが出たね。あの人の中では、例えばこの今回今別れていた間、別れていた間にこう何かしらのこうけじめができたんじゃないかって思う。できた上でやっぱりあなたとっていう、あなたとのその恋、これをね、こう恋を育てていきたい。もう一回こうターニングポイントの今として頑張っていきたいっていう気持ちが見えているかな。コインがねすごく多いから、あの人の歩む速度っていうのはこうゆっくりだったりマイペースだったりするかもしれないんだけれども、その分堅実な人なんです、あの人は。はい、そしてここですごいラバーズだよ。いやいや、もう3番の方大丈夫でしょう。もうすごいこう、なんていうの、お互い思い合ってる、連絡取りたいと思ってる、声を聞きたいと思ってるっていう、もうすごいなんかもう愛、恋復縁あ、出てる出てる。だが、いや、これは大丈夫でしょう。いや、3番の方これは大丈夫でしょう。はい、一番深い気持ち見ていきます。カップの3、あなたに会いたい、飲みたい、もう言ってる言ってる、大丈夫だよ。はい、そしてここでカップの5のリバースね。これリバースがいいから、こうもう一回っていう、もう一回頑張りたいっていう気持ちが出たね。すごい、カップ、コインとカップが多いね。はい、そしてラストがワンドの10。なんかこう責任を取りたいっていうと、なんかこうちょっと嫌なこう言葉なんだけど、あの人の中では
まあ、今回、まあ、ワンドから始まってワンドで終わるっていう感じなんだけど、もしかしたらあなたのこと、あの3番のあなたのことを今までは少し例えば思いとか、なんかこう、なんかね、そういうこう気持ち、なんか少しこう、なんかこう思いから距離を空けたいとか逃げたいとか、そういう気持ちがあったかもしれないんだけれども、今はなんかそういうものも含めてきちんとこう自分でこう背負っていきたい、あなたとの恋愛を背負っていきたい、責任を持っていきたいっていうふうにあの人は思ってるし、今なら大丈夫だっていうあの人の確信があるみたいなんですよね。で、いやもう私はまだこれだけしか見てないんだけど、大丈夫だと思うよ。あの人のこう、なんていうのかな、この離れていた期間のターニングポイント、その時間っていうのがやっぱりあの人の中でそれがポジティブになって、あなたとなんかあなたしかいないし、こう自分のことを分かってくれる、楽しい、なんかこうね、いろいろな相性もいいみたいな、あなたの声が聞きたいっていうのがすっごく出てるかな、出てる。そして形になりたいっていうのがねあるから、なんかもうあの人の中では私はもうこう準備が整ったっていう感じがする。はい、じゃあ2人の、まあ、気持ち、恋の流れがどうなっていくのか見ていきましょうね。はい、じゃあ行きます。2人の現状、ゆり、切れてないですよ、お二人。こうすごくね、これゆっくりなんだよね。まあ、コインがね、まあ、これだけ出てるからなんかゆっくりなんだけれども、冬に向かってなんか2人の声が進んでいくよって出てる。はい、あの人の気持ち、鳥、連絡をしたい、連絡を待ってる、あなたの声が聞きたい、やっぱりね、これあの人の気持ちです。ポジティブですね。はい、そしてあなたの気持ち、はい、あなたのカードが出てる。あなたは、まあ、これね、女性のカードなんだけど、見ていただいている方が男性でも女性でもこれはあなたのカードで、なんかあなたはこうあの人のことを待ってるんじゃないかな。待ってる。はい、ポジティブ。2人の間でした方がいいこと、子供のカード、素直になること、無邪気になること、これがポジティブなこと。はい、そしてネガティブなこと、手紙、言葉の使い方とかタイミング、なんかそれかな、それに気をつけてねって言ってる。これね、まあ、SNS、 お相手様の気持ちね、 SNS、 まああとこれは声なんだよね。もしかしたらね、なんかこう連絡してからすぐ会うとか、電話で話すとか、まずそれがいいのかなって感じがする。なんかこう LINE とか DM とかでいろいろやり取りをしすぎるんじゃなくって、こう声の方に移行した方がいいのかなって気がする。はい、そして2人の流れがヘビ、ちょっと邪魔する人とかがいるかもしれない。そしてもしかしたらこうあなたの中でなんかこういろいろなこうネガティブな妄想をしちゃっているのかもしれない。はい、そして船、動き出すって出てるね、よかった。はい、そして遠い未来が魚、もうこれはね、居心地がいい2人とか、2人で飲みに行くとか、なんか2人の関係がすごくこう風通しが良くなるとか、深い関係になるとか、そういう意味があるから、7だから、まあ11月の上旬はなんかこうまだちょっとこの時期はまだやめてた方がいいかな。でもそれから、だからやっぱり11月の中旬以降をなんか案外こう2人の関係が前に動き出すよねっていう感じがすごく出ている。あの人の気持ちも少し見ていきます。
ちゃあの人の気持ちです。え、すごくない？うん、3番の方どう、これは複雑な恋愛の人もいるのかな、うん、複雑な恋愛の人とか、あとこうご実家、お相手様のご実家の事情とか、そういうのがあって、なんかこうちょっと苦しかった、動けない部分があったのかなって、あの人も苦しんでたのかなって感じがするんだけど、ようやくこうなんか時間がなんかこうここまで来たっていう感じがする。そしてあの人がね、やっぱりこうあなたとのやっぱフィーリングがすごく合う、もうキスの感触がすごくいいとか、相性がいいとか、体の相性がいいことも含めて、なんかあの人がすごくあなたのことをむちゃくちゃ求めてるよ。求めてるね、よかった。じゃあいつぐらいが、私は復縁これ早いと思うんだけど、連絡のポイント、復縁できる時期、2人のターニングポイントっていうのをこちらのカードで、はい、見ていきたいと思います。これ9月。9月、やっぱ9月だね。9月頑張れそうだね、よかった。じゃあどんなことにね気をつけたらいいのか、今度はねアプローチのポイントとかを星座のカードで、はい、見ていきます。レオ、獅子座です。獅子座はね、まあこう海の近くとかね、うん、そういうところの、まあ、バーとかもいいし、あとジャスミンの香り、そういうものをこう身につけるっていうのもいいです。でラッキーカラーが、まあ、シルバーとかシルバーのニットとかもいいんですよね。うん、それがねラッキーアイテムになっていて、で、まあ、海辺の近くっていうのもあるんだけど、まあ、ここにブルーも出てるから、やっぱり、まあ、いきなり例えば海辺の近くのホテルのバーとか誘ってもいいけど、まあね、場所によってはある人ない人があるから、いると思うから、なんか海の近くとか、うん、もいいし、このねブルーも、やっぱねブルーとシルバーっていうのが今回ラッキーアイテムとして、うん、出てるので、よかったらこう使ってみてくださいね。じゃあ最後に、はい、じゃあねこのカードでアドバイス見ていきたいと思います。はい、じゃあ見ていきます。おー、すごいね。はい、もうね考え方をポジティブに、きっと大丈夫だよっていうことと、でこのねネクストフューウィークスなんだよね。ここに9月っていうのも出てるし、でここにもうね9月の上旬以降を、うん、そして10月って出てるから、もうその時に動こうっていうのが出てるから、もう3番の方頑張れそうだね。うん、頑張れる頑張れる。もうあの人自身の気持ちもね、もうかなりもう強くなってる。あなたと、3番のあなたと復縁したいっていう気持ちがすごくあるから、うん、もうあとね、あともうちょっとだけの辛抱、うん、きっと頑張れると思いますね。皆様ぜひいい報告お待ちしております。以上となります。